この停留所から500メートルほど左側の方に進んでいきますと展望台があるんですよということで説明があったのに登ると。そうしますと足元、それから目線の高さがちょっと高いところ、このぐらいになりますけれども、日本キャニオンが見えるんですということです。また今7万が2トンが下がっているわけですが、これについては大変それですけれども、省略させていただきたいと。ほとんど省略がね、会話が多くなるわけですけれども、私にとってもいいのかなと思いますので、説明なんかしてますよ。日本の後でまた今でね説明されてるわけですけど、今前ここにね、ゲートが出てくるわけです。ここの路線バスは12月1日から3月に閉鎖ということになるわけです。まあ、運転手のことを言うようですけど、4ヶ月間失業というハローワークに行くんですということです。また日暮れがしまいということになりますので、ここなんですけど、写真を撮られるお客さんいましたら撮ってください。JR は大丈夫なんですけども、そういうことで降りて写真撮っても結構ですんで、そういうことで。